ショーコン油は、松の罰根を還流することで得られる、油状液体である。テレビン油の一種であるため、ショーコンテレビン油と呼ばれることもある。太平洋戦争中の日本では、航空用ガソリンの原料としての利用が、試みられたが、非常に労力がかかり、収率も悪いため実用化には至らなかった。樹液や樹脂あるいはそれらからの抽出物と、混同されるが別物である。 特に樹液は木部を流れる水及び支部を流れる糖などを含む水溶液であり、水蒸気上流してテレビン油を得るが、商根油は松の場常を直接貫流しているものである。しかし、日本では燃料不足の対策として松やにから燃料を得る計画もあったことで混同されている。戦前は専門の小根油製造業者も存在し、 塗料原料や先行剤などに利用されていた。昭和10年頃の生産量は6000キロリットルほどであった。小根油の成分は、主にアルファー、及びベータピネンなどのテルペノイドだが、戦時中に小根油を担当した研究者による再現実験では、モノテルペンとジテルペンを、ほぼ投量含み少量のセスキテルペンその他を含む混合物が得られている。 当時の製法では、発掘したバツネを小割りにして、寒流管に入れ、最終的に300度程度にまで加熱して得られた、揮発成分を冷却液化していた。この段階で得られたものを昇根原油あるいは、昇根素油と呼ぶ。大量の木削液やタールが同時に発生するが、非重さを用いて分離が可能である。昇根素油を上流生成して、昇根油を得た。 小根油の製造には、老齢磁を伐採して10年程度経った古い罰根が適しており、収率は20%から30%にも達する。新鮮な罰根では、小根油の収率は10%程度である。樹脂を多く含む、松の罰根は、赤肢、ヒデなどと呼ばれ、それ自体が、照明用燃料として長い歴史を持つ。戦時中の宣伝によると、 200本の松で航空機が1時間飛ぶことができるとされていたが、これは数十年かけて育った松1本を消費してもわずか18秒分にしかならないということであり、バイオマスエネルギー資源としては効率及び再生産性に欠ける。この他にテルペノイドを主成分とするバイオマス資源としては柑橘類の皮がある。戦時中に皮を剥がれた。 大池公園の末1944年7月、ドイツでは、松の木から得た油を燃料に混ぜて、ジェット戦闘機を飛ばしているとの断片的な情報が日本海軍に伝わった。日本でも南方からの原油乾燥が困難となって、燃料事情が極度に逼迫していたため、国内で同様の燃料を製造することが検討された。 当初は松の枝や材を材料にすることが考えられたが、日本には小根油製造という既存技術があることが林業試験場から軍に伝えられ、小根油を原料に航空機発油を製造することとなった。並行して伐採せずに得られる松屋にから生成する手法も検討されており、各地で収集も進められたが、使用できる航空機発油が完成したという記録はない。 戦後も川が剥がれた跡や V 字の傷跡のある松が各地に残されている。1944年10月20日に最高戦争指導会議において、商根輸等緊急増産対策措置要項が決定され、1945年3月16日には商根輸等拡充増産対策措置要項が閣議決定された。原料の罰根の発掘や松の伐採には多大な、 労力が必要なため、内地に残った高齢者、女性や子供が動員された。得られた罰積を処理するため大量の管理装置が必要となり、計画開始前には2320個しか存在しなかったところ、同年6月までに46978個もの管理装置が新造された。これらは原料の産地である農産村に設置されて、 大量の小ンソ油が製造された。その正確な量については不明であるが、日本海軍燃料誌45ページには20万キロリットルに達すという記述があるという。名宝歴史民族資料館の入り口には当時、使用された寒流館が展示されている。1942年頃、仙台市お立場町の松原街道の両端に沿って、松並木が存在していたが、 樹齢300年以上の松も含むすべての松並木が、小根油採取のために伐採されている。一方で、高知県の大型町にある入りの松原は伐採命令に抵抗したことで、現在でも残っている。製造された小根素油は、各地に配置された第一次生成工場で、軽質油とその他の成分に分け、そのうち軽質油をもとに第二次生成工場で、 水素添加などの処理を施したの成分を加えて、航空機発油を製造する計画であった。第二次生成工場の主力は、四日市市と徳山市の海軍、第二、第三燃料省であった。しかし四日市では度重なる空襲により、最終製品の製造には至らず、徳山でも1945年5月14日から、生産された500キロリットルの完成を見たのみである。 この小根油確保のために、矢田部海軍航空隊の練習航空隊の学生も、借り出されている。この任に、予備学生14期として従事した、元カノヤ海軍航空隊昭和大将族の杉山、高昇昇曰枠、当時、こんなものを掘って、いつまで続くもんかなぁ、と思った、と、著書で述べている。また作業に動員された軍人や、 民間人からも疑問に感じたという証言が多く得られている。運搬の手間を省くため飛行場内や付近に生成施設を設け近隣の松を運び込んで利用する計画もあった。矢吹陸軍飛行場では使用する航空機の燃料や機械を得るため生成施設を建設し、所在する矢吹町にある大池公園で採取した松屋にを運び込んで生成を試みた。 実用化はされなかったが、公園内には現在でも川を剥がされた松が残っている。人吉海軍航空隊基地では、付近の森の中に生成所を建設していた。行村用は、カスリーン台風で山間部の土砂災害が多発したのは、小根油生成のため広範囲に、松が伐採されて入れもされなかったことが原因の一つと指摘している。製造された。 気発油を航空燃料として使うには、追加工程が必要なため、レシプロ機に使われたという公式記録はないが、小混油と書かれたドラム缶を飛行場で見たという証言もあり、他の燃料と混合し、代用ガソリンとして使用したと推測されている。実際に1945年六から8月頃、北京市の南円飛行場にあった第5航空軍の第28教育飛行隊では、 飛行機の燃料が不足してに、3日に一度の発着をすることしかできなくなっていたため、日本から送られてきた、小混油を混ぜた燃料を積んで、試験飛行を行い、傾斜角度をつけて旋回したり、垂直旋回したりしたところ、エンジンが詰まり、プロペラが止まったため、部隊長らは相談して、小混油を使うときは、傾斜15度以上の急旋回はすべからずという、陳命令を出した。 高田の著者で、第28教育飛行隊の操縦者だった高田秀夫は、それでは、旅客機並みの機体操作しかできず、戦闘機がおとなしい旋回をしていたらたちまち、撃ち落とされてしまうと考え、命令を聞いて情けないやら、悔しいやらで腹が立ってきた、と回想している。海軍では、ターボジェットエンジンを搭載した立花への使用を目指し、テスト飛行時に、小混油を含有する。 低湿油での飛行に成功した。終戦直前には一定量を確保していたが、横浜大空襲で貯蔵施設が火災に遭い失われたとされる。この火災の黒煙を見た昭和天皇は、与内三政から昇根湯が燃えた煙だと聞くと、昇根湯は農民が苦労して集めたものではないか。死休消すようと言ったとされる。海軍では、 パルスジェットエンジンを搭載したバイカーへの使用を計画していたが、機体完成前に終戦となった。戦後残された、小混油は民間に放出され代用ガソリンとして使用されており、旧陸軍が放出した無線機の発電用エンジンを使用したモペットにも使われていたという。戦後、新中軍が未調整のままの小混油をジープに用いて見たところ、数日でエンジンが止まって、 使い物にならなかったという記述が JB 後編、戦時戦後の日本経済にあるという。なお、海軍の当初計画でもテスト及び調整が完了し、実戦に投入されるのは1945年後半の予定であった。ありがとうございます。